ずっと今お腹が鳴ってんだよ。交換しようよって話したのかね。何をですか。実家スワップ。リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ディープスカートです。タカです。ニューチローです。ケセです。宇原由紀です。杉山良次です。岩鈴木です。はい、ということで今回は、ニューアルバムデパーチャーの収録曲 We are back の歌詞にちなんで、もうこれ以上は待てないディープスカートは待ち焦がれる瞬間というテーマを、トークテーマにしていきたいと思います。はい、はい、ということで、はい、もうこれ以上待てないと思うこと、待ち焦がれているもの、瞬間、何かありますか？これ前俺話したことあると思うんだけどさ、うん、あのいつかね、実家に帰った時交換しようよって話したのかね。何をですか？実家スワップ。君が北海道の僕のね地元に行って、はい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 、僕がうるまの実家に行くっていうサプライズね。初めて聞きました、うん、いや言ったやん今それがしたい。あーでも、うん、いいですね。面白そうですね。実家スワップ一緒に行きたいですけど。いやまあね、まあね、はい、まあね、うん、メンバーがやっぱ地元に行ってみたいかな、うんうん、なるほどですね。僕は今言ってたんですけど、沖縄に帰りたいっていうのはありますね。実家にしばらく帰れてないんで、沖縄久しぶりに帰りたいなって思ってます。あとやっぱ旅行行きたいですね。そうね、はい、でも俺自身もねやっぱ沖縄行きたいし、うん、北海道行きたいでしょ。行きたいです。じゃあ交換しよう。交換しますか、ね、はい、じゃあそれで行きます。はい、もうこれ以上待てない、はい、ディープスカットが待ち焦がれてる瞬間ということで、はい、どうですか、リョウジ。僕がで言うと、まあ、最近すごいなんか撮影も続いてて、うん、ちょっと食事制限をしてるんですけど、うんうん、もうそろそろ焼肉が食べたいです。米と肉。なるほどね。もう今すぐに食べたいです。焼肉とライス。俺もね、食べ物の話で仕事をしてずっと今、お腹が鳴ってんだよ。グーってもうね、これ以上聞こえないと思うんですけど、はい、これ以上待てないっていうことで、はい、早くカレーが食べたいっす。好きですもんね。大好きなんで、はい、特にハンバーグカレーが食べたい。まず食べていきましょう。行きましょう。はい、はい、ということで、はい、もうこれ以上待てないことですけれども、うん、タカさんはちなみに、なんだろうな、お正月かな。お正月を待てない。待てない理由はおせちがそういうことか。間違いないですね、うん、栗きんとんが大好きでさ。かわいいとか栗きんとん大好き。おせち頼まないな。いや間違いないです、まあでもすいません、くだらなくてまあでもこれ共通してあると思うんですけど、うん、あの僕たちはもうファンの皆さん、うん、会いたくて仕方がないなあそれや。これ以上待てないんですよ。はい、正解です。そうなんですよ。まあそしてあの2022年3月には初のツアーもさせていただきますので、そこで会えるので、そうだね、はい、もう待ち遠しくて仕方ない状態です。はい、ということで、来年2022年3月に、ディープスカット初のツアーをさせていただきます。はぁ、はい、本当に初のツアーということで、ディープスカットの魅力を、存分に伝えられるめちゃくちゃ濃いライブにしたいと思いますので、ぜひ、ご参加お待ちしております。はい、ぜひですね、あの発売されたデパーチャー、はい、しっかり聞き込んで遊びに来ていただければと思います。ということで以上ディープスカットでした。